皆さんこんにちは。旅するアーティスト、他力ペインターの地球です。新春関東旅行第4回になりました。今回は北鎌倉をね、散歩してるんですけど、円覚寺、建長寺寄って、鶴岡八幡宮の方まで歩いて行ったという、行って、まあ帰ったという感じなんですけどね。まあその様子を見てもらおうと思います。はい、ということで今回は北鎌倉を散歩した様子を見てもらいました。後でね、距離とかもう一回見直してみたんですけど、意外とそんなに距離はないんですよね。結構歩いた感じしたんですけど、北鎌倉、北鎌倉から駅降りてもうほんとすぐそこに円覚寺があって、でそこから、八幡さんまでね、2キロくらいなんですかね、なんか実は。で、プラス宿までって言っても3キロぐらいなので、そうだな、2キロだから、まあ、トータル、そうですね、寄り道しないで30分ぐらいであれば、北鎌倉の駅出て、八幡宮のね、前の若宮王子のとこに今では行けるのかなって感じですね。そう、もっとあるような感じしたんです。まあ、あと、まあ、そうですね。まだ退院してね、そんな経ってないというか、まあ、歩くのにもね、長距離そんなに歩いてなかったっていうのもあって、まあ、それでもまあ、そこそこ、そんなにスピードめっちゃ遅いとかではなかったですし、この日は割と足の調子も結構かなり歩いたんでね。まあ、というかこの日だけじゃなくてその前の日かな、鎌倉滞在してた3日間は相当
歩いてったんですけど、うん、そんななんか、割とサクサク歩いてたんですけど、まあでも、もっと歩いてた気がしてたんですが、意外と、あ、まあそうか。一応ね、中もね、結構、その、境内っていうんですかね、お寺の敷地内も広いので、そこも歩い、まあ歩くって、それでもそこまでめちゃくちゃね、中の滞在時間で4、50分とかなんですけど、うん、まあ、なんていうか、実際はね、距離とか時間にすると大したことはないんですけど、まあ、満足度って言ったらいいですかね。すごく時間としてはすごくこう充実した時間というか空間というか、何がね良かったかっていうと、やっぱそのなんていうんですかね、本当お寺のそのまああそこは拝観料を払って門から入るんですけど、入場料みたいな感じですね。でまあ500円なんですけどね、どっちも円覚寺も建長寺もね、やっぱそのいろいろとこうなんていうんですかね、建物がいくつかあって、もう僕ちょっと時間がねもっとゆっくり回ればよかったのかなとか、特にその全部こうじっくり回るっていうちょっと元気まではなかったので、さすがにね、どうしても歩き疲れてしまう可能性も結構あったもんですから、なのでそこまでこうめちゃくちゃ全部を見て回ったってわけじゃないんですけど、あの広いんですよね、その敷地がいろいろと見れるところがあって、その中のやっぱ空気感がね、やっぱりこう中に入ってしまうとすごく、なんですか、まあその北鎌倉時代の空気感っていうのが、鎌倉のね、一駅違うだけでこんな違うんだぐらいの感じなんですけど、まあ本当雰囲気が全然違うのもあるんですが、中に入るとさらにそんな感じで、ね、なんていうかその空間がまた今ねすごく、ありきたりな言い方ですけど、本当非日常な感じの空間ではあって、うん、それがすごく良かったですね。で特にちょっとね、もっとタイミングを合わせてというかイベントじゃないですけどね、なんていうんですか、その日日とかやってるのかな、座禅であったりとか、そういうまあ、イベントじゃないですけどね、そういう体験みたいなのもやったりとか、いろいろあるみたいな、見学とかね、あるみたいなので、本当にもっとじっくり行きたい場合は行けたのかもしれないんですけど、まあ、まずはそうですね、ちょっと回りたいっていうのと、うん、そうですね、ちょっと結構体と相談しながらではあったので、そこまでね、こう一つ一つをじっくり回れなかったっていうのは、まあまたそれはちょっと次ね、もう少しこう体調が良くなってから、そこは行けばいいのかなみたいなのはありますね。もともとメインの目的というのはちょっとなくなっちゃったんですけどね、東京はね、本当は富樫義博展に行きたいっていうのがあって、そっちはなくなっちゃって、まああとは大河ドラマ館に行きたいっていうのがあって、まあそれが一応メインではあったので、まあ、それ以外はまあそのおまけというかついでというか、何ですかね、少しでもねそれ以上こういろいろ見て回れたらなぐらいの感じで行っただけで、まあそれでも全然北鎌倉ちょっとフラッとこうね一駅前手前で降りて歩いてよかったなって思いました。全然なんかせっかくだから行こうかなぐらいの感じだったんですけど、うん、やっぱ行ってみるもんだなっていうのと、結構またね真夏だとちょっと暑いかもしれないですけど、春先とかね、そのまあ冬もそうですけど、歩いてて全然苦にはならないっていうところで、うん、そういう時期は本当だから春先とか桜の時期だとか、あとはもっと秋ですね、紅葉の時期とか、そういう時に行くとさらにいいでしょうし、うん、なんかそういうなんていうのかな、真冬じゃない時期に今度は行こうかなと思いましたね、うん、すごくそのなんていうか、やっぱりそうですね、北海道よりずっとこう季節を四季を感じやすいんじゃないかな。まあその北海道はもちろん真冬のこう感じ方は雪があるんでね、ビジュアル的に感じられるんですけど、もっとそのなんていうのかな、うん、やっぱりその鎌倉っていうのはまあ古都というかね、
やっぱりちょっとこう、なんですかね、その昔の雰囲気というのをずっと残してるあの場所なので、特にそうなんでしょうけど、そうですね。やっぱりこう、本当に日本の季節というか、感じられるのかなとは思うので、そうですね。まあ本当旅の醍醐味だなと思いますよね。そういうところを体感できるっていうのは、まあね、もちろん京都であったりとか、こういろいろ行ったらいっぱいあるとは思うんですけど、本当鎌倉もね、すごい大きい町ではないんですけど、まあそこそこのサイズではあるというわけで、本当見る場所、お寺だって神社仏閣は本当たくさんもちろんありますし、本当1日2日3日じゃ回りきれないんですけどね。でもだからやっぱりそうだな、その中で特に行きたかった場所をちょっとこう狙いを定めて行ってはきたんですが、もっともっとそうだな、まあ次またそのうち春以降とかね、行ってもいいのかなとか思いながら、今回もちょっと歩いてみたという感じです。すごくでもやっぱ旅ならではっていうか、やっぱ良かったな、なんだろうな、こう言葉にならない、なんかいいみたいなのがやっぱ詰まってるというか、散りばめられてるというか、確実にね、そのこっち今、まあ僕は北海道ですけどにいては絶対にこう味わえないもの、空気だったりとかこういろんなものがあるんで、そこは本当なんて言うんだろうな、特に北海道で生まれ育った人間としてはそういうとこがすごくいいなって憧れもあったりとかもしますしね、歴史好きですし、本当やっぱり感慨深い部分もありましたし、ちなみに円覚寺の方が登場時のね、で建長寺の方が時折だったかなが作ったんだったっけな、まあね、臨済宗のお寺ですね、両方ともね、そう臨済宗のお寺っていうのがまたもちろんね、北海道にもあるんですけど、なんていうか、まあっていうか北海道のお寺ってこうね、門から入ってそんなになんか敷地がめちゃくちゃ広いところってないので、そういう意味でもねやっぱ良かったなっていうのと、やっぱそのね臨済宗だからなのかな、その禅のねお寺だからなのかな、そのやっぱりそなんていうかこう空間っていうんですか、その土地のそこの敷地内のこう空気感っていうのがちょっといい感じの、なんかそのなんていうんですか、間というか、やっぱこう自然をちゃんと生かした、まあなんていうんですかね、インスタレーション的な感じですよね、全部がね。まあもちろんそのね禅宗のお寺だけではないんですけど、そういうのがでも改めてやっぱり神社仏閣っていうのはなんていうのかな、あまりそう詳しくこの作りがとかって言えないんですけど、やっぱりこうその出てくる空気みたいなのは感じられるので、そこをね見るだけでも多分それってそうだな、だから何か引きつけられるものがあるんでしょうね。やっぱり外国人の方も観光客がまあ結構ね訪れていて、なんかいろいろこう歩き回っていうのを見かけたんですけどね、そう特に詳しくなくてもなんかこうこの空気はいいぞみたいなのを感じられるのかなと思って、変にねそう知識がない方がもしかしたらいいのかもしれないですよね、そんな風にもちょっと今思ったりして、だからまた鎌倉行くときはもうちょっとねどうしても時間的にもっともっとこう周りいっぱいお寺ね見れるとこあるんで、今度は、まあ、例えばね、自転車借りて回るっていうのもありですしね。今度、ちょっと今、まだ、あれですけど、その足の調子もあるんで、ある程度、こう、セーブしながら行ってはいたんですけど、次行くときはもっと、こうね、良くなってるかなと思うので、もっともっとアクティブに動き回りたいなっていうのは考えてますね。はい、まあ、本当良かったな。とにかく、北鎌倉行ってみて良かったなっていうのが、一番のこう気持ちというかね、感想というかね、大したこう何ですかね、こう気の利いた話とかできないんですけどね、
本当あの空気が、まあね、動画とか写真とかこう見てもらって、なんか少しでもね、それ見ていいなとか、行ったことない方であれば特にそうですけど、感じていただけたらいれば、あのすごく良かったなと思いますし、うん、いいです。本当やっぱ鎌倉はね、また行きたいなって本当思います。まあ、次回、明日も鎌倉の最終日についての話をしようかなと思ってるんですけど、はい、なので、まだありますが、そうですね、その時また出てきた言葉でいろいろ話してみたいなと思います。はい、で今日はこの辺で終わります。はい、あとは特にないか、ないですね。ということで終わります。旅するアーティスト、他力ペインターの地球でした。どうもありがとうございました。